急に来たな。倒せるかな。はい、こんにちは、僕です。メタルマックス2、続きをやっていきましょう。ちょっとね、この神風キング、こいつをね倒したくてずっとねうろうろしていたんですけど、やっと出てきましたわ。これね、この左上のやつがめちゃくちゃ強いんですよね。これどうしたらいいかな。左上が倒せるかどうかっていうよりも、とりあえず神風キングが倒せるかどうかなんだよな。一応ね、みんなハンターでやってきたので、狙い撃ちでねクリティカルを狙うべきかなと思ってやってきました。どうなんでしょう。何が効くとか何が効かないとかあるのかな。シーハンター使ってみようか。スクラブドゥはちょっと一旦置いといて。倒したいよ、神風キング。このちょっと待って。スクラブドゥがマジ強いんですわ。たまにね、エンカウントしてたんだけど、ほら、当たんね。あ、クリティカル出た。クリティカル出たよ。誰がクリティカル出してくれたんだ。わかんないけど。狙い撃ち。とにかくね、狙い撃ちしていきましょう。倒したいな、神風キング。全然攻撃が当たんないんですよね。全然攻撃が当たんない。やっぱりポチが死んじゃう。ポチが死んじゃうって。いや、破損具合も結構なもんですよ。うわ、ポチ。ポチ乗せることできないのかな。ポチ乗せられない。ああ、近くに乗れる車がありません。あるって。戦闘前に車に乗ってないと。戦闘中は車に乗れない。事前に乗ってないと乗せらんないんだ。今ね、さっき一回クリティカルが出たんで、どうなんでしょう。一回のクリティカルじゃ倒せないんですね。なかなかたくましいな、神風キング。意外と逃げないんだよね。神風キングってすぐに逃げるイメージだったんですけど、なかなか逃げない。ポチボンベじゃな、全然回復で当たんないよな。攻撃当たんないもんな。ポチを殺しに来てる。デビルウィングじゃない方がいいのかな。どれが、これ武器によって命中率ってやっぱりあるんだろうな。デビルミサイルがね、すごいクリティカル率高いイメージなんだけど、全然出てこないな、クリティカルが。デビルウィングがいいのか、シャークポッドにしてみようかな。うわぁ、ついにポチがやられてしまったよ。ちょっと待って、車回復しないとまずいだろう。なんだっけ。タイル命、タイルパック L 貼っていきましょう。ハイウェイボマーとかどうですか？なんだ、爆発しそうになったか、我慢した。何、爆発するんですか、神風キングって。ちょっと、なんだっけ、スクラブルーの方にミサイルが飛んでっちゃうんだよな。全体攻撃で攻撃していった方がいいのかな。結構ね、待って、スクラブルーもね、攻撃、ダメージ入ってなくない？倒せる気がしないんだけど。スクラブルーがなんか分解した。分裂したよ。やばい。いや、これ痛えよな。このスクラップ飛ばしみたいな。ちょっと待って、何気にね、ラザーニャすんげえダメージ受けてんだけど、なんで？中の人がすんごいダメージ受けてる。どういうことなんでしょうか。マジか、逃げられたわ。悔しいな、これ。まだ勝てる感じじゃないのかな。このスクラブドゥもね、倒したことないんだよな。もうどうせならこいつ倒していきますか。何が効くんですかね、こいつ。いやー、何も効かないぞ。すべての属性に耐性があるぞ。うわー、ミシカが死んだ。痛えって、これマジで。マジで痛え。ああ、やばい。レッドウルフも。はあ、すべての車がなくなってしまった。これはもう無理かな。倒せないよな、さすがにな。悔しいな、神風キング倒せないわ。あ、出てきた、また。いや、この組み合わせならいけるんじゃないのか。いや、なんかフラッと出てくんな、お前。びっくりするわ。あ、出た。クリティカルが出ましたけど。1800じゃ倒せないんだな。とても体力の高いメタルスライムみたいな感じなんですかね。2回目のクリティカル出たけど、いくつあんだよ、体力よ。もう倒せてもよくない？倒せてもよくないですかね。このデビルミサイル、あ、逃げられた、また。悔しい。やばい、すんごい重い。処理落ちそうだわ、DS が。
これね、結構この神風ボムがいっぱい出てきたときに、出てくるときに、出てきてくんないかな？出てきてこない？出てこない？ほら、来た。来たよ、神風キング。いや、やたら出てくるんですけど、今回。いや、なんか神風ボム、神風ボムが不思議なんだけど。これ、デビルミサイル当たんないのかな？この神風キングには。デビルウィングが当たったんですかね、さっきは。何が当たったんだ？ちょっと他の武器使った方がいいかな？飛びクラスターとか撃ってみようか。なんか、デビルミサイルが当たんないんだよな、全然。普段ね、デビルミサイルすごいクリティカルが出る武器なんだけど、こいつに全然当たんない。あ、当たった当たった。こっちの方がいいじゃん。なんだっけ？飛びクラスター。飛びクラスターの方が良いのでは？ね、どうしようかな。デビルウィング。デビルウィングはね、当たってるんですよね。当たんないな。当ててくれ。頼むから当ててくれ。あ、逃げられたよ。またくそ。悔しいな、これマジで。ほんと悔しい。ん？バカ野郎。だから言っただろ。使いすぎるなってよ。アホか。きっちり塗らねえと気が腐っちまうじゃねえか。なんでおめえはそういう図が効かねえんだよ。やかましいアイスとことっこい。まあまあ落ち着いて。あんたか。いいところに来てくれた。まあ聞いてくれよ。モリニューのバカ野郎が木に塗る防腐剤を使い果たしちまってよ。ケチケチ使ってたら木が腐るって言ってんだろ。わかんねえ野郎だな。誰がケチだとバカ野郎。うるせえこの当変僕。まあまあ落ち着いて。え、ざっとまあそんなわけだよ。あんたに防腐剤を30個ほど買ってきてほしいんだが。どこで買えるんだ？いや、なかなかね、これ立たないな。結構ね、何度も繰り返し寝てるんだけど、なかなかね、二つ目の建物ができないなと思って。このテントの中に来てたら喧嘩してました。デルタリオンの道具屋に1個10ゴールドか。もちろん買うのに必要な金はこっちで用意させてもらう。引き受けよう。あ、そいつありがてえ。あんたなら引き受けてくれると思ってたぜ、大将。デルタリオンの道具屋で防腐剤を30個、こいつがその代金だ。頼んだぜ。行ってきましょう。なかなか立たねえと思ったらなんかね、クエストが発生していました。行ってこよう、じゃあ。ん？何？防腐剤が売り切れ？勘弁してくれよ。すみません、在庫が切れちゃってて。あーもう、参っちゃうな。商売上がったりだよ。こうなったらあそこへ行くしかないかもだよ。マジかよ、このパターンか。防腐剤が売り切れだって？どうも本当に売り切れてるらしいだよ。え？オイラだ、オイラ。トンタラだよ。誰だ？誰だっけ？カトバの酒場でモリニューの行き先を教えた親切なトレーダーだよ。いや、教わってないんだよな。カトバの酒場さ、そういえばモリニューね、たまたまデルタリオで見つけてしまったんだよな。お前初めてだよ。初見だわ。初見です。覚えてねえのか？随分物忘れの激しい人だな。会ってないもんだって。まあいいや、それより。あんたも防腐剤を買いに来ただか？諦める。他に売ってる場所は？ここからはちょいと遠いけんども、のぼとけの村に行けば手に入る。ああ、じゃあ行ってみよう。行ったことあるもん。地図で言うとこの辺。知ってるんだ、それ。うん、そこで売ってるのか。売ってるというより作ってるって言った方が正解だな。じゃあおいらはぼちぼち行くよ。なんとか防腐剤を手に入れねばなら寝れねえからな。じゃあのぼとけ村にね、向かって行きましょう。神風キングは一旦お預けかな。にゃあ、にゃに、魔剣ベラを倒したじゃと？嘘を言うんじゃにゃい。魔剣ベラ連れてきたら何かあるかな。違うんだ。防腐剤。あ、これかな。何？防腐剤を売ってくれねえって？だから、売らないとは言っとらんじゃろ。カトール3個と防腐剤1個を交換だと言っとらんじゃ。おいらカトールなんて持ってねえだよ。カトールがないんじゃ、防腐剤は渡せんの。どこかでカトールを手に入れて、手直してきなされ。カトールを持ってきた。いや、持ってるかな。お、そうか、そうか。いい取引ができそうじゃな。で、防腐剤をいくつ欲しいんじゃ？ 30 個じゃな。それじゃカトール90個は持ってないって。90個買ってこなきゃいけないの。ただし、カトールは持ってな。じゃ、カトール買ってきますか。カトール90個。カトールってどこで買えるんだろう。どこでも売ってんのかな。カトールが売ってない。カトールが売ってないんだけど、カトールってどこで買えるんだ。
カトールを買おうなんて思ったことないんだけど、カトールが売ってる場所を探さなくては。いや、売ってないよな。カトールってどこで買えるんですかね。もしかして自販で買える。防腐剤見つけましたね。カトールを探してたら防腐剤見つけました。30個買ってけばいいんじゃないの。カトールはね、どこにも売ってないんだよな。こんなところまで来てしまったわ、スワンまで。それともなんかどこかのトレーダーキャンプで売ってんのかな。どうなんだろう。え、これで良いのかな。これでちょっと窓に帰ってみよう。カトールをね、手に入れることはできなかったんですけれども。おう、あんたか。防腐剤は買ってきてくれたのか。こっちとら暇で死にそうなんだ。買ってきた。おう、どれどれ。そうそう、これだよ、これ。よし、これで仕事が再開できるな。ありがとうよ。今度は俺たちがいいとこ見せなきゃな。おいよ、一丁やってるで。あ、進んだわ。え、カトールは別に用意しなくてよかったんですか。あら、よっこらせ。もうあんたか、完成するにはちょいと時間がかかりそうだぜ。もうこれでいつかね、立つかな、建設されるかな。思わぬところでね、時間を取られてしまいましたが、どうしようかな、神風キング、まだ挑戦しますか？そしたらですね、このアクトーミュージアムの南にある、なんだっけな、マダムマッスルか。マダムマッスルがいるところをちょっとね、目指していきたいかなと思います、今回は。敵がね、結構強いんですわ。こんな感じかよ。スカイウォーカー、違う、スローウォーカーか。スカイウォーカーはジェダイの騎士ですわ。うん、パラサイトヒルとかね。なんかね、あまり見慣れないね、モンスターがいっぱい出てくるんだけど、この辺の敵ね、この辺のモンスターね、バッドステータス、バステーしてくるんですよね。それがすんごい厄介で、あんまり戦いたくないんだよな。ほら、混乱ガスとかね、誘惑ガスとかしてくるんですわ、こいつら。あかんやろ。全員誘惑されたら終わりだからな、このゲーム。建物見つけましたね。ここにいるのか、マダムマッスル。なんだ、ここ。いやいや。これ行くしかないのか。痛くはないな、そこまで。セキュリティシステム、こんな唐突に切れるんだ。これでいいのかな？なんなのここ？研究所？女性がいましたね、女性の方は。なんかちょっと思ってた雰囲気と違う。すごいな。モンスターの群れが現れた。やっていきましょう。キラキラ光ってる人がいるな。ダメージは普通に通るな。いや、どんどん出てくるんだけど。アマゾネーターさん。あ、逃げられたわ。そこまでね、まあ、そこまで強いという感じではないかな。どうなんだろう。マダムマッスル、今の戦力で倒していけるかな。私たちは働いています。私たちの仕事は、プロテインの検査です。プロテインの検査？それらは捨てられるべきです。それらは合成に失敗したところのプロテインです。何言ってるんだ。ここのどこかにマダムマッスルがいるんだろうな。ちょっと待って、これ宝箱か。エナジーカプセル。マッチョエキス。マッチョエキス。ここは廃棄場ってこと？廃棄場所？特にこういうところでは金属探知機って反応しないんですかね？特に何もないな。なんだ？コピードール？スキャンされた。スキャンされましたね。なんか今まで見たことないモンスターが出てくるな。とりあえず右と左に何かあるんで、右と左、左右から攻めようか。だったーん。ぽよよん、ぽよよん。懐かしいな、そのネタな。私たちは作っている、プロテインを石油から。なんで統治法なんですかね。喋り方が。あなたたちは何ですか？私たちは女です。知ってる。ケミカルプロテイン合成プログラム。ケミカルプロテイン。左右両サイドは特に何もないな。下に行ってみようじゃ。あれ、また。戦っていく感じ？戦っていく感じか、これ。すんげえな、セキュリティが。買う？なんだ？どうした？どうしたんだ？どうしたの？あの、セキュリティシステムオフ。これで切れる？どうしたの？あの子。
醜い者どもよ、死にたくなければ立ち去るのだ。立ち去らせてみな。不細工な上に愚かとは救いようがない奴ら。我々が今楽にしてやろう。何なのこれ。いっぱい来た。なんで飛び跳ねてるんだろう。レオタード女子がいっぱい来たわ。まあ、そこまでね、強いモンスターではないので、まあ、簡単に倒していけますな。増えるな。増えるな。どんどん出てくる。どんどん出てくるわ。オッケー。バトルレオタードね。バトルレオタード？バカな。我々がこんな醜い奴らに敗れると。バトルレオタードってどうなんでしょう。あ、まあ、今更という感じの装備かな。意外と広いのかな、この施設は。なんかおじいさんがいる。あんたらもここの女たちの奴隷にされたんかい。奴隷になんかなりたくない。気をつけなされ。ここの女は女であって女でない。マダムと呼ばれる女の細胞からクローンで増殖された人造人間なのじゃ。そうなの？人造人間なの？ちょっと待って、こっち、待って、ちょっと待ってもらって。さっきのセキュリティ解除した先行ってみようか。なんかいろんな色のレオタードがいるんですね。ダイエットゾンビ。ダイエットゾンビ。ゾンビまでいるんですか。ダイエットゾンビってなんだよ。昔のリキュール、ラブリーステッカー、美肌クリーム、マッチョエキス。なんか一風変わったものが出てくるな。あ、寝室なんだここは。セキュリティ切れてますね。これは何？え？そんな技術力があるの？転送された、転送装置があるんですか？マッチョエキス。こっちはそんな感じ？かな？うん。そしたらどっちに行こうかな？こっちに行ってみようか。いや、ちょっと待て。このマッチョエキスってどういう効果なんだろう？そういえば。マッチョエキスどこにあるかな。男らしさ成分の結晶。みるみる男らしくなれるらしい。よくわかんないな。美肌栗姫。空気の乾いた今夜ではお肌の手入れが欠かせない。どういう効果があるんですかね。いいや、ちょっとこっち側に行ってみようかな、先に。わかんないけど。おおほほほ、あなたたちはマダムに会えない。私を倒さない限り。倒せるかしら、醜いあなたたちに。美しいこの私を。ハウ。ハウ。どうしたんでしょうか。ハウって何なの。セキュリティを解除して、追いかければいいのかな。ちょっと反対側から行ってみようかな。ワープゾーンなのか、これは。ちょっとめんどくさい感じかな。痛えな、クソ。何それ、これ戻ってきたよな。あいつどこ行った？ここでセキュリティ切れるのか。なるほど。あ、いたいた。ここにいたわ。あなたたちはマダムに会えない。私を倒さない限り。倒そうぜ。ハウ？ハウって何なんですかね。ハウ？パンパンだわ。簡単に倒せたわ。バカな。我々がこんな醜い奴に破られるとは。破れるとは。ハウ、崩れる体が。体が崩れるんですか？体崩れちゃうの？わかんないな。あいつ倒して何かメリットあったのかな？まあいいや、じゃあこっち側に行ってみようか。人がいるんだな。これ男はどれ？初めてシャワー室の掃除やらされた時は鼻血ブーだったけどよ。今じゃ何見ても鼻くそも出ねえや。ごくたまにらしいんだが、クローン人間にもシャムソーセージみてえな双子ができるらしい。なんでも L 型とか D 型とか言ってな。細胞を構成するタンパク質の分子構造が鏡に映したように反対になっているとか。反対の分子構造を持つクローンは細胞そのものが不安定で、双子のうち一人が死んでしまうともう一人も連鎖反応で細胞が崩れちまうって噂だ。なんだそれ、なんか言うよ。こいつか、これ双子なのか。ワン、ツー、スリー、フォー、アン、ワン、ツー、スリー、アンってなんなの、アンって。テンポ崩してくるじゃないですか。やる気？やってやろうじゃん。とりあえず全員倒していけばいいんでしょうが。倒さなくてもいいのかな？バカな。我々が毎回同じセリフなんだな。体が崩れる。みんなクローンなんだな。
崩れる体が。いや、なんでなんで。ドアコントロールオープン。オッケーオッケー。崩れる体が何なんでしょうか。一体何なんでしょうか。今倒したのがみんな双子だったのかな。ドアを開けて、マダムの部屋、醜いもの、立ち入り禁止。見ていきましょう。ここにいるのか？これは何なんだろう。追いホロゲニックオーガナイザー。追いホロゲニックオーガナイザーってなんだ？このマシンは一体、あ、いるぞ、あそこに。これは、クローン増殖プログラム。これはね、スイッチ切ることできないんだな。特に準備することはないよな。ああ、あるあるある。サブジョブ。サブジョブ変えたまんまだ。ナースと、アーティストかな。とりあえずね、通常通りの構成にしておきましょう。マダムマッスルいたわ。はっ、はっ、はっ。なんかすごいな、スタジオみたいな場所があるんだ。あれ鏡だよね。ダンスレッスンできそう。戦うのかな？ここまで来たってことは、あなたたち。私の可愛い子供たちをやっつけ遊ばしたわね。ふぅ、ふしゅるるるる。だけど、私自身を倒さぬ限り、子供たちはいくらでも作れてよ。え、待って、逃げんのかよ、お前。どこ行った？こっちに行ったんだろうな。降りる？降りる？いたいた。ちょっと待って。先に倒した方がいいのかな？戦うんだろうな、どうせ。なんだこれ、ダンジョンになってるぞ。マダムの部屋どうなってんだよ。そこどうやって行くんだ？これひたすら入っていけば、たどり着くんじゃないか？なんかあるんだね。セキュリティシステム切っておこう。ここのセキュリティか。なるほど。適当に入っていれば、たどり着けんのかな。じゃあね、一通り多分開いたと思うので、ここなんだわ。エナジーカプセル。やらしい本、またここにあんの。こんなところにやらしい本があるんだな。あ、たどり着いたわ。ふぅ、ふしるるるるる。あ、いやー、戦うんだ。もうこれ以上逃げないんだな。やっていきましょう。マダムマッスル。強いのかな？本気でやっていくわ。ロケットパンチ。何が効くかわかんないからな。ビームブリザード。暗黒舞踏かな、とりあえず。いかほどなんだろう、強さは。強さのほどは。ガンガンダメージ入ってるな。怖えな。まあまあまあ、まだね、脅威に感じるような攻撃はしてこないかな。ダブルアタックの方がいいのかな？暗黒舞踏やっていきますか。3回殴れるかもね、これはね。ロケットパンチが強いな。まあ、じきに倒せ、倒せました。まあ、ダメマッスルを倒した。全然苦戦する相手ではなかった。シリコンパッドを見つけた。シリコンパッド。倒したぞ、マダムマッスル。ちょっと神風キングは倒せなかったけど、マダムマッスルを倒すことができました。いや、マダム倒しても、まだモンスター出てくるんだな。オイホロトキシン。あれ、オイホロトキシンってなんだっけ？なんかね、クエスト？クローン増殖、マスターセルキャッチャー。この辺の施設は壊していけないのかな。まあいいや、無事もうマダムマッスルも倒してしまいましたね。じゃあね、無事、車の場所まで帰ってこれました。一応ね、一通り地図は埋めたんですけれども、あとね、サロンド乙姫だっけ？なんかキャバクラみたいなところ。キャバクラみたいなところが残ってるんだけど、男らしさが足りないっていう話でしたよね、前ね。おそらくね、装備で男らしさを開けていけばいいんじゃないのかなと思っているので、まあ、どこかのタイミングでね、またそちらはやっていきたいと思います。そうしましたら、どうかな？時間的に、尺的にどうなのか、ちょっとわからないんですけれども、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。